しわれいすれ染めたのそう実はねあのねサンデープラスの日に染めたんだけどあの日の私の行動すごくて朝あの実は始発でね新潟戻ってきてでサンデープラス出て。 でサンデープラス終わり美容院直行して <laughs> で髪染めてトリートメントして紀ノ国屋行っておしゃべり会やったそすごいそうなのよなんかね何としても美容院行きたくてそうせっかくだしと思ってうん本当はサンデープラス前にそう染めたかったんだけどちょっとね取れなくてね 行く時間わかるすごい動き方してるよね私、うん。でもなんか私すごい1日にねスケジュール詰め込みたくなるのよそのよそ全然忙しいとかじゃなくてなんかお仕事終わりにそのまま美容院行くとか「あ待って応援団のギフトありがとう」。そうなんか一日に詰め込みたくなるのよそうそう。 一回外出たらもう全てを済ませたいみたいな感じで本当はあの日サンデープラス終わって美容院終わってその後整体行こうとしてたのねそうでもせっかくグラビアがね紀ノ国屋さんでコーナー作っていただいてるしこれ今行かないといつ行,けいつ行くんだと思って整体やめて紀ノ国屋さんに行きました。 そそうでさその1日詰め込むじゃんスケジュールをいろんな美容デーとかさでなんかその一日がうまくいくとめっちゃうれしくない <laughs> わわ今日全部うまくいったーってちゃんと遅れずにとかそうそううんよかったと思ってそうだからこの間のね2日の日はねもう一日が超うまくいきました そう、詰め込みたい人 <laughs> なんですよ。私わかるあ、結構気持ちわかると。言ってくださる方いて嬉しい。お今日誕生日なんだけど、よかったらお,お祝いしてくれたらしてえ。お誕生日おめでとう。よかった。今日やってよかった。お祝いできてよかった。おめでとう。おめでとうございます。良かったよ！ そう今日はね、あのー、ずっとお家にいたんだけどお家でやる仕事がねいくつかあって今日までにやんなきゃいけないってことが2つあって <laughs> 頑張って朝早起きして <laughs> 終わらせました結構時間かかった、うん、そうそうなんかねお家でやる系のもあるんですよお家でやる系とかなんか何て言うんだろうな書き物というか提出系っていうか そうちゃんと今日のお昼にはねもう出しました <laughs> 在宅ワークでした今日はそう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 なんですうんで今日はちゃんと2つ終わらせて、うん、またおうちおうちエセサウナしました今日は <laughs> うん わギフトありがとうすごいいろいろ可愛いそうよエセサウナ偽サウナしましたお家で <laughs> やり方はまず熱いお湯をためて <laughs> 出たってそう私がハマってるやつ熱いお湯をねためるのよいっぱいでもそれに我慢して我慢して浸かるのう熱い熱いって思いながら 浸かるの9分くらいであって上がってああギフトありがとう可愛い,いの可愛い,いなんだろうそう頑張って熱くして入って我慢して我慢して9分くらい入って出て水シャワーをちゃって浴びてそうちゃんとね飲み物飲みながら水シャワーパーって浴びて裸で <laughs> 裸で よぎぼうによぎぼうによぎぼうして整い整うという。うでね1回目とか2回目はなんかあんま整ってる感じしないんだけど3回目でくるんですよ。わーこれ来てるわーって感じあこれ整ってるってうん。 でも,でもこの間実はそうお仕事終わりにサウナ行ってきたんですよ <laughs> ちゃんとしたサウナうんそうしかも超夜よ夜中くらい <laughs> そう行きましたよもうサウナ <laughs> そうサウナ好きでさ私うんサンセット として帰ったそう左舵して整ったよ、うん、ういいよねうん。 酒は飲まないあ飲まないです、ね、私そうよ <laughs> あそうだそういえばね「サンデープラス」ではちょっと私のお酒飲むシーンが出てましたねそうなんかねもうね本当にベトナムお酒がねとんでもなく安くてい,い,いっいぱいねえ本当に安いの。 100円くらい200円くらい100円くらいうんそうしかもすごいベトナムで美味しいビールに出会ってラルービールあのね私が飲んで番組で飲んでたやつなんだけど「トラ」が書いてあるやつそうラルービールっていうのが本当に美味しくてなんか 安いのよ本当に超物価安いですよベトナムはほんとにかねなんか飲みやすいすごいあっさりっていうかさっぱりしててうん苦味もなんかビール特有のあの苦味っていうかそういうのが全くなくてそうそうで超飲みやすい そうベトナムビール有名っていうのは聞いてて事前情報でうんそうで日高さん日高アナがすごいお酒がとってもお好きらしくてすごい詳しいんですよそうだから私もあのそうやっぱお酒をねお好きなそうそう方とこう一緒に飲むと楽しいじゃないですか 私普段あんまり飲まないんですけどそうあのつられて飲みましたでもねちゃんと一杯だけだよ <laughs> うんちゃんと一杯だけですうんみんな安心して あと私そんなそそうななのよお酒ねそんなにもう,酔うほどね飲んだことないからね大丈夫 <laughs> 大丈夫うんいやすごいなんかねビール 苦くて無理なんですっていう方がいるんならばベトナムのあのあビールを飲んほしい変わるそうすごいイメージ変わりますあビールってこんなに美味しいんだってなります、うん、そうだからね私ベトナム以来お酒飲んでない私ほんと飲まなくのなんか。 そう仕事でうんあの一回ねガタチューブでものガタチューブガタログだガタログでもそう飲んだの覚えてますかチカポンさんと一緒にそうそうそう日本酒だ飲んだんですけどうんうんうん そうそうそうあのキャー温泉の時あれもだしそうなんですよ <laughs> でも確かにみんなとお酒を 語るのも楽しそうだなみんなお酒もバリバリ飲む人たちばっかりなので七 <laughs> 味星の人たちはそうみんなねうん <coughs> そうよ私知ってます、うん、あ,あんまり飲まないって人も知ってる <laughs> 全部聞いてるから、うん、<laughs> そうそうメンバーと飲んだことはあるけどほんと片手で数えられるくらいしかないかも私、うん、あんまりねお酒飲まないんですよねほんとにそうそうだから先輩とかともあんま飲んだことなくて いや先輩とお酒飲んでみたいですねそううんお先にお休みありがとう、うん、いろんなメンバーに飲みそうって言われる <laughs> みんなさわかる飲みそうだよ本当にうん そそうそうあちょっと夢ですね先輩とお酒飲むのとか、うん、そう、うん、そうなの私ねでもあの めっちゃくちゃ唯一日本酒で大好きな日本酒が個あってその話をいつかみんなでみんなとしたいからおしゃべり会で聞いてください私そういえばさあの日本酒の話してよって言ってうんすっごい好きなのそう新潟のお酒だけどさだから今度お話しを なんかショールームでねなんかいっぱいお酒の話するとあれだからおしゃべり会だと2人きりだしできるよね <laughs> 新潟の人は強そうやうそそうなのかなちゃんと教えるよあじゃあ、ね、おやすみお休みごめんね遅くてだかすごい今この時間にさちゃんとこうやって起きてさ見てくださってる。 みんな本当にありがとうじゃあ夜中はしい,いよね <laughs> どんな話してもうんだからみんなもおすすめのお酒のお話用意しててくださいそうっていうかっていうかっていうかオフラインまた追加になったんですよもう超嬉しい いた5月と6月ということは456と連続で1ヶ月に1回はオフラインがあるというもうとんでもなく嬉しいことがそうそうえそうだねえ来てえそうなんてマジかちょっと待って絶対来てね そうなのしかもしかもちょっと今企んでることがあってあ新潟ですどっちも全部新潟です実はメールにはね先に送ったんだけど企んでることがあって5月の5月7日かなのオフラインでねちょっとあのダナンのサンデープラスさんのダナンの旅で来た。 青菜をね着ようかなって思ってて実はだから5月の7日会いに来てほしいなーって思ってますでも南部でやろうかなまあ一日来てもいいんだけどさうん。 とりあえずは6七分にしようかなそうそうであるでもちょっと一応許可を取りますねちゃんとそうあの番組でね使わせていただいたものなのでそうあの許可を取るのでちょっとお待ちください <laughs> うん。 6月7日ダナン旅行当たったっ人そうなんだよあのねそうサンデープラスさんであのプレゼント超超超超超すごいプレゼント企画があって抽選で1組ペア1組にダナン旅行が当たるっていうやつ今やってて私のツイートに出したんですけどそう言ってる人がいるかもねもしかしたらっていう <laughs> 皆さんあれ是非応募してみてくださいね。 私が言った幸せなダナンにそうそうだね逆におしゃべりがあるからあのダナンいけないっていう方もいらっしゃるか当たったら家族にプレゼントするねそれ最高じゃんちょっとね優しい先週 パンだけもらってきてねえありがとうみんなよかったなんかすごい嬉しい、うん、だないいとこだな そうなのしかも直行便だからさそうなの私が行った時はあの乗り継ぎだったからあれだけど直行便でね多分何時間で行けるのかも聞いておきます結構ね割とすぐだと思う、うん、あそう4月12日のイベントあもう当落出たもう出た 十二日、うん。そう、新潟からダナンに行けるって、すごすぎない、さすがに。あ、今日出た、うん。え、そうだよ、新潟からだよ。え、ねえ、四時間で着くの。ちょっとやばい、それは。 時時差は2時間ですだからね実はメールとか送るのもねめちゃくちゃ気使ったんだあれ今何時日本って <laughs> そうやばいってでこっちの9時が間違えたダナンの9時、えー、夜9時があのもう日本の11時だからやばい そうね12日あのゲストで出演させていただきます。え嬉しいいやまさかね呼んでいただけえ嬉しいよね私呼んでいただけると思わなくてちょっとめっちゃ嬉しいんですけど盛り上げさせていただきますとってもとっても。 スマホは現地時間腕時計は日本時間あっ全くそれ同じことしてた私そう、なんかスマホ勝手に現地時間に変わっててあじゃあ腕時計も勝手に変わるのかなと思ってたら腕時計変わんなかったからあじゃあ腕時計は日本時間のままだと思ってねちょっとどんなイベントになるのか楽しみにしててくださいそうよ、ちょっと、ね 盛り上げますもう全力でリカさんをリカ様を盛り上げさせていただきます <laughs> めっちゃ楽しみ本当に嬉しいですやばいな話したいこと多すぎてもうあとこれ10分で切れちゃうわ <laughs> うん 4人ってでですごいよね <laughs> 劇場で七海に一1か月以上え、ね、そうみんなパリピになってるから <laughs> でも嬉れしい早く会いたいなみんなに公演バンバンやっていきたいねも そうですよ、だ青春時計が発売された時はねまだ NGT に加入してなくて私はもうファンの時だったからねいやそう考えるとこう未期生として加入させていただいてていただいてなんか嬉しいよねこうやってイベントに出させていただけるって土日にリバイバル入る分かるえ こう入んないよね土日に。あ、でも多分ね、あの普通に土日にイベントがあるんだよねきっといろいろ。なんか多分今週は八がま八、あ、おしゃべりで九がさあの赤レンガでイベントあるじゃん私出ないけど。うん、それが多分もともと決まってたから、そう土日入んなくて。 あでもね15にあるねそうだねまあまあみんな薄っさかってると思うんですけど私は絶対に出るので <laughs> はい私は出るのでご安心を安心してリバイバルは全部投げていただいて大丈夫です。 木の国屋さんに配送追加したらもう在庫少しなんですよ。嘘本当なんだそうなんかさ青木さんがツイッターで在庫もうすもうすぐ売り切れ間近ですってそうあのツイートしてくださってて本当なんだえちょっと待ってみんなで、ね、待ってですごくないえ,え嘘でしょそんなことあんの <laughs> ちょっと待ってやばい。<laughs> 本当に。で、ね、どうする売り切れたら私と。<laughs> やばいよ。ね待ってまた買い占めちゃおうから私、ね。嬉しい。今日行ってきたあありがとう。どうなるんだ多分あれかな。 生写真入りりの在庫が売り切れなのかえあでも紀ノ国屋にあるフラッシュの在庫全部生ジャシ入りなのかちょっと分かんないんですけど、うん、えこれさあんま売り切れるとかきっとないからさどうしよう売り切れたらみんなみんなどんだけ買ったの なんでみんなそんなすごいのいつももうありがとういつも私のこと本当になんか全力でこう押し上げてくださいますよねえそうだよ結構さ在庫いっぱいあってさあこれいっぱいあるんだなと思ってたんだけどさみんなどんだけ買ったのふふ <laughs> えー、売り切れたらどうすればいい私なんかすもうオフショットどうすればいい <laughs> うんええー、ありがとうお祝いするしかそうお祝いだよ本当に 予定してたより買えなかった、ね、すごいどんだけ買おうとしてたのね追加お願いしますって言ってくださいいやすごいよね既読に朝で水着イとやばいうんあさって追加したいから買える買える そうちょうどね私が紀伊国屋に行った時なんか2人くらいいらっしゃってお客様が男性の方と女性の方、まあ、別々でそういにいらっしゃってたんだけどそうあのじーってこう見て多分飼ってなかったそうだから「買ってください!」って言おうとしたけどやめた。 あでね女性の方の方はねビスの方をね買ってました、うん、そうなんか本当は30分くらいそこにキノク国焼いて誰が買うのかどんな方が見てくださってるのかちょっと見,見ときたかったけど、ね、あのおしゃべり会えの振り返りもあったのですぐ帰りました。 そうですスパイスパイ的なことしてた私えあと2分だって早っえー、楽しかった今日もあってはだ、ね、れ30分って今日もありがとうございましたもうショールームやっぱり楽しいですこんな半,半顔ですいませんで、ね髪色可愛くないなんかさ すごい透明感のある黒髪になりました。じゃじゃーん。頭皮。頭皮。早くおしゃべり返したいな。オンラインもオフラインも超楽しみ、うんえー。ありがとうございます。昨日できなくてごめんね。 握手したい分かる握手会早く始まってほしいポッキーが部長のえゆうなが部長のグラビアかああもうありがとうもう早ください最近3期生と全然会ってないから早く会いたいやばい終わっちゃうみんなありがとうまた明日ねおやすみああ切れちゃう 切れるの待ってよ <laughs> おやすみみんないい夢見てね私のグラビアを枕元に置いたら私が出てくるよみんなナナみンのこと考えて寝てね 枕の下に私のグラビアを敷いて寝て、ね、水着の私が出てくるかもよ。